内容が内容なんで、うん、お客さんのインテリですからね、思ったら見てないですよ、まだ終わってないから、うんうん、まあインテリ笑いですね。そうです、うん、いや前からね気になってたんですよ。いやそれはよかった、うん、あの僕は演劇とか全然見ないけど、あれだけは僕はもう芝居の人なんで、まさかそんなチケット2枚持ってると思わなかったからそうそう、何かのノリに言ったんですよね。そうそう、見る、うん、見る見る、あーちゃん見よう、この前のあれ石部行った時ね。そう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 、うん、あの時あの時ちょうどそう元気になるのいいんですか、うん、いやーそうですか、そう、ね、これ歩いて行けんじゃない、歩いても無理、うん、5時半なら歩こうか、歩いても行けるでしょ、うん、全然歩けます、うん、僕は健康のために歩くんで、うん、うん、あのバス乗ったって早く過ぎるんで、うん、まあ、もしあの時間あれだって僕途中でタク乗ってもいいしね。いや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 、行けるでしょ、タクじゃん全然、まあ春より早く来るって言ってもね、うん、20分来ますよ、うん、3回あるけど、あの人時間いつもギリギリだから、そんな、ギリギリ、そんな早く来ないから、まあね、ゆっくり来てましたね基本的に。そうそう、ちょっと腹いっぱいだった。あ、夜もゆっくり出てきて、夜はね、そんな多くないですから、うん、場所ですからね、すごいやっぱりガーンってきますから、ね、昼食ってもこうやって歩いて消費してるからいいんですよ、あれ、まあね、うん、あれ、あのまま寝ちゃうとね、よくないけど、なんだこれ、立命の京都、ね、ここはも、元はね、日本久世教っていうところが、旧世って書いてね、行を救うって書いて、宗教久世教の、ここは建物は昔はね、うん、うん、だからほら宗教から宗教、あ、でも日本世界クリケ同じ、ああ、宗教京都クリケ会館だったんですよ昔は、同じですよ、同じです。で自然派のナチュラルっていうのは、うん、あのクリケをやってるんですよ、やってるんだ、この辺で、ね、意外にね、いいお店がいっぱいあるんですよ。あ、そうなんですか。これ一回ね、僕昔一人でね、歩いてきたことある。あっちからずっと。あ、そうですか。うん、この辺、法人口って言うんですけど。え？法人口って言うんです。法人口？はい。あの、荒っぽいに神様の口って書いてある。法人口。あそこに書いてあるんですけど、法人口。おお。じゃあ、せっかくだから渡りましょうか。渡ってきたけど。うん、渡ってきたけど。あのね、渡り直し。渡るとね、すごいんですよ。この辺ね、めちゃめちゃレベル高いです、実は。レベルが高い。レベルが高いですよ。何のレベルが高いですか。飯の。飯の。あ、異常です、ここ。ここだけね、異常なんです、この交差点の近くだけ。へえ。でね、やっぱりね、異常なものが異常なものを呼ぶんでしょうね。こんな僕入ったことないから知らないですけど、うん、どうなのか知らないです、この辺は。バーガープレート。うん。ただね、例えば、あの角。あの角ね、なんか怪しいですね、あれ。めちゃくちゃいいんですよ、うん、あのお店も。うん、うん。で、シャルそう。で、あそこに、うん、丸いのがあって、日差しが出てる。あれも飯屋なんですよ。ああ、あれもいいんですよ。でね、あとここ。うん、先に渡らないから、うん、そこに高架ってあるんですよ。クッキー屋さんなんです。あれ？で、ね、あの中で食えないんですけど、うん、実はここのクッキーとそこにアイスクリームがあるでしょ、うん、めちゃくちゃうまいですよ。明日ね、岐阜の、ね、田舎行くんですよ。なんかこれお土産高架買ってみれば、買ってこうかな。高架のクッキーうまいよ。京都の実態よ。めちゃくちゃうまい絶品クッキー、本当だ。高架買ってきてるじゃん。買ってこうかな。うん、せっかくだもん。うち大好きなんですよ、ここ。ちょうどね、岐阜行くんで。あの岐阜のね、あのうちの田舎でね、明日なんかリサイタルやるんですよ。もういいじゃないですか。でそれは、ね、うん、それは明日最後だったんでね、無理して行こうと思ってね。あ、いいじゃないですか。これ動くっけ。そうそうそう、次の彼。うん。かな。そう、結局。言うと、いいし、ああいう箱にしてもいいし。ああ、ああ、ごめん、先生。お待たせだ。これ、日持ちするのかな、明日の。めっちゃうまいと思うね。ちょっと見えないね。でもあんまりね、荷物なんのも嫌だからね。あ、じゃあ2000箱か。2000箱で適当詰めてからさ。2000箱でしようか。それ過去のグッティにしていく。あ、それでもいい、うん、いいと思いますよ。日持ちするのでいいと思いますよ。全然に日持ちますよ、これケーキなんで。ね、うちの子供はね、うん、この辺まで歩いてくると必ずソフトクリームがあるんですよ。ソフトクリームだと思ってますね、うちの子供は。へぇー。マジ？いや、なんだよ。
パパクッキー買ったことねえじゃん。お前らも食わないじゃん。お前らに食わせる時はねえ。乾麺じゃないでしょ。これは明日でも大丈夫ですか。はい、明日でも大丈夫ですか。これ何日も取れねえ。40日一方ある。あ、40日ほらめっちゃ済んでんで。焼き上がりにアルコール塗ってるタイプの。ああ。1ヶ月でも、ね、1ヶ月でも大体フルケーキは。あれもう日持ちしますか。あれ未開封で40日切ってます。まあ開封したら1週間ぐらいで食べていただくのがそれは一番美味しいです。これとはあるですか今。はい。はい、じゃあそれ一ついただきます。箱の色目が2種類あります。そちら棚に入ってます。2種類から選んでいただいて。じゃあ赤で。はい、赤の、はい、でですね、ちょっとお手数なので、はい、これから選ぶんですか。はい、すご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 いな。これが選ぶんだ。ですね、ちょっと中途半端なのがあるんですけど、こういうのか、はあはあ、これはこちらですね。あ、これいいですね。これがいいですね。絶対切れると思う。はい。切れてないんでちょっと切りますね。うちは田舎もね、おばちゃん口こえてんのね。おばちゃんのね、実家がね、元料亭なんですよ。あらま。だからね、珍しいもんじゃダメなの。じゃあもうめっちゃ珍しいよ。うん、ありきたりもんでもダメだから。フルスキーでもあるからね。そうそう。いろんなところで。こういうね、オーナーのとこはいいのよ。岐阜で手に入るようなもんじゃなくてさ、ありがとうございます。向こうで手に入る。よかった。偶然よかった。いや、今日ね、実はずっとそれ探してたんですよ。なんかないかなと思って。抜群だ。狙ってた。はい、抜群だと思います。抜群で最近昔言いましたね。いや、最近復活しますけど。最近たまに出てますね。関西人一人と関東人一人とね、変なパッケージのね。ちょうどよかった。なんかどっかないかなと思ってた。昨日ここでね、先にメールしようと思ってたんですよ。明日どっかないですかって。多分どっか歩いてるあると思ってさ、で今日歩いてたらもうそれが狙ってたんですよ、午前中。あ、本当にブラブラね。あれ早すぎて開いてない。開いてなかった。これはもうバッチリですね。うん、よかったほら、よかった。やっぱ歩くもんですね。ある犬丸が棒に当たるというかね。はい、重鎮丸が棒に当たる。はい、ね、ボーッとしますか。本当に尼崎ボートレース。めっちゃ美味しそうなボールがクッキーとか。イブラのクッキーとかね、京人参とか高校京都だね。こんなんなかなかないからね。ないね。まあガレット春子ちゃんに1個買ってあげる。買ってあげてもいいね。なんかね、家で食べるやつ。これ持ってくんだよ。これクッキーどのくらい持つんですかね。6月5日。全然持つよ。1ヶ月。全然持つよ。じゃあこれも買おうかな。もう持たない。まだ食っちゃうから。いや、今週ほら土日私いないもんだからさ。うん、来週まで食えないから。そう、日本電車で来ちゃうのね。うん、そうそうそう。一緒に食べたいじゃない、やっぱり。なるほど。こんなん一人で食ってもまだ。ちょっと待って、あ、一人で行くの岐阜は。ああ、そうそうそう。出てないんだ。あ、彼女ね、2日連続は出かけない。あ、そうなんだ。もう土日どっちかだけで、土曜日で行け。あ、そうなんだ。日曜はね、なんか失礼します、掃除したりね。明日はブラと行って墓参りしてさ。あ、本当。うん、すぐ帰ってこい。コンサート聞いてね、すぐ帰ってこい。コンサートチケット完売だって言うんだけど、もう僕ほら親戚だからさ、だから隅っこの方でそれ聞いていいよって言って。これ金取れる、2500円取られる。親戚の取られる。おお、すげえ。がめついね。はい、こちらもください。はい、これは自宅でいただきます。こちら、しときましょうか。あ、そうですね。岐阜まで持ってきますね。京都のお土産ですよ。ありがとうございます。はい、おー、重い。白重い。5020円。はい、どうぞ。じゃあ、5020円。はい、お願いします。
かが大きいですね。はい、はい、細かいもの600円のお返しになります。まあ、ありがとうございます。あ、これ100円玉でもらえますか。はい、すいません、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのこの辺歩いてたら、うん、ここにソフトクリーム屋さんあってんな、しょうがないな、ちょっと待ってろって、その河原で待ってて、その方向に行って、でも、その方向に行って、めちゃくちゃ疲れだよ、めちゃくちゃ疲れだよ、めちゃくちゃ疲れだよ、この辺ってね、こっちはいかん、あそこにイタリアの国旗があるのね、あ、うん、だからもうね、いい意味でいっぱいあるの、うん、あれイタリアの国旗見えるの分かる、教官の上に。ああ、本当だ。あれイタリア国旗？イタリアかな。確かイタリア国旗だと思うけど。ソファーかけて貼ってる。いっぱいあるよ。そこにね、角の店とね、あそこは名店なのね。で、あっち側閉まってる。あそこめちゃくちゃ安い。どこ？だから今あれ？あれ？あれ？安いの？ここはね、なんていうか1200円ぐらい。これ何やった？イタリア？フレンチかな？フレンチ？うん。入ってるみたい、ベルクールみたいなんで。へぇー、エリフィス型のところだったような気がするけど、この辺でだからできた当時にすごい話題になって、へぇー、大人気だ。でももう目の前が御所だから。ああ、そっかそっか、あれ御所だもんね。うん、だからね、結構来ますよ、ここは。でね、あの楽器屋さんがね、俺のガキの頃からあってね、うん、あれ、うん、昔はレコード売ってた、今は売ってないけど。あ、そういえばさ、出町のレコードはなくなってるね。なくなった、もうなくなっちゃった、売れた、やめちゃった、後継者がなくなって、売れないもん。売れないね。在庫するほどあって、どうするんだって話なんですよ、売れなくなるよ。レコード売れないもんな。売れない、もう超ヴィンテージ版だって売れるかって、売れないもん。スペインじゃない？スペインだ、スペインだ、スペインだ。ここはね、うん、宿はやっぱりレグで入りますよ。知らない、変わってる。ここに一軒あって、うん、でそこに角にあって、もう一人あって、うん、だから3つあったんですよ。でここが一番人気ですね。やっぱり前からないここ、うん、僕も前ですよ。これ、うん、ここはイタリアンだ。そうだ、イタリアンでも、僕がおすすめな人来ない。一番好きなんだ。これが来やったね。おかちゃこんで子供さん、ここ、なんてチェキクス、チェキクス、ね、ほら、本日のパスセンサラ料理でしょ。あー、安いじゃん。ほらハンバーグ弁当が1,380円でしょ。本当だ。そう、1000円ちょっとで食えちゃう。めちゃくちゃうまいよ、何食っても。今日貸し切りだって感じだね。ああ、貸し切っても大したこと取られないからね。うまいんだ。うまい。なんかね、1500円で追加してうまいってのは犯罪に近いんですよ、はっきり言うと。本当だね。やっぱり重鎮がこれ育てたんですね、俺。何言うだろう。こんなんじゃダメだよって言って育てた。いや、めっちゃうまい。あの人大事だ。で、あっち側に、うん、京都風の町屋カフェの走りがあって、それはそれで美味しい、美味しいっていうかね、うん、まああの雰囲気がいいんですよ。でね、もう今あんのかな、もう俺も何年も行ってないけど。なんかそれ屋台出てるじゃん、みこしみたいな。あー、この辺だからお祭りあるんですよ。あ、祭りやってんだ、昨日の続きみたいな。あのね、昨日が五稜さんっていうお祭りで、上五稜、それに対してこっちにあるのを下五稜っていうの。下五稜、下五稜のお祭りっていうのは、上五稜の一週間後なんです。だからもう準備をしてるんです。上五稜もすごい終わっちゃったんで、おばちゃんに口見られてる。
知ってるでしょ。いや知らない人です。でも知ってるように喋っていた。なんで詳しいやつが歩いてるあ、知らないですか。地元の子なんで。地元ですからね。この辺は本気の地元の子なんでね、やっぱり、うん。前僕あっち側歩いたな。あっちもね、分かんないですよ、もう、うん、ヤスベイとかね、うん、ようにも分かんないですよ、あのオープンって書いてあるのだって昔なかったっすか、あの店、あれね、ヤスベイ、ああいうタコスの店とかね、うん、いっぱい店あるんですよ、この辺り。この辺何区になるんですよ。この辺はね、中、まだ上京区かな、上京区と中央区の間ぐらいですね。どっからか中央区になると思います。中央区、はい、中央区なんてあったっけ。中央区であります。中央区で狭いんですよ。中央区ってあるの。上京区、中央区、下京区で、もう市場の中は下京区、中京区ってあるよね。あれ中央区って言ったっけ、うん、ごめん、中京区、中京区ですね。中京区、ごめんなさい、中央区だ、中京区。やっぱり三木さん、本当京都じゃなくて足立区の出身ですか。そうですね。バーッと来るぞと言って、黙ってくるみたいな。何で買ってくるぞと言って、黙ってないやん。もともとフルーツ屋さんだったのね。今、居酒屋さんになったのね。フルーツちょっとそう言ってない。これは何だ。あそこかな、うん、あれが、ま、あの町屋風バーの走りじゃないか。あっち、あの、つる下がってるでしょ。なんか黒いの、うん、そうそう、あ、黒いというか下がってるじゃないですか、すだれが上から、うんうん、あれじゃなかったんやな、うんうん、あれ、あそこに町屋があったんだ、もともと。いや、町屋なんだ、あれ。あれ町屋なの。家なんですよ、あれ。あ、そうなんだ。家っていう言葉が今日になるんですけど、今日はあの家のまんま打ち抜いてカフェにしちゃうんです、うん、あれ、そうそう、真ん中に走、あの、あれがあるから、うん、あの階段があるから、そうです。ああいうのの走りで、ああいう店がいっぱい増えたんですよ。居抜きでやってるわけで。居抜きでやってる。要は、おじいちゃんおばあちゃんから相続したけど、相続税払えないっていう人が物納するんですよ、うんうん、でそれを京都が景観を残すために残す、あの、そのまま建物を残すんだけど、うん、飲食店が入るんですよ、そういうところに大体、うんうん、で、まあ、要は行政と個人との間で全部が三者ウィンウィンになるんですよね、うんうん、払えないから物納、うん、京都は、町中の、その景観を残したい、うんうん、でお店は普通のお店やるより、ああいうお店の方が人は入る、うんうん、だから町屋風居抜きカフェっていうのがいっぱいあるんですよ、京都には。まあ、町としてそういうの増やしていこうということですね。そうです、そうです、そういうことです、そういうことです。でね、そこにね、うん、洋食屋さんがあるんですよ、うん、あのグリーンの、グリーンの、そうそうそう。で昔親父に連れて行かれたんですけど、うん、今はもううまいと思わないですね。ガキの頃はうまいと思いましたよ。へえ、あそこしかなかったから。へえ、うん、レストランに書いてあるよね、丸太橋の東洋亭って、あの北山にある東洋亭とここにある東洋亭は名前一緒ですけど、全く違う店で、あ、こっちの方がうまい、ま、うまいっちゃうまいですけど、うん、値段が高すぎる。もう今の値段じゃないです。北山の東洋亭まずいよね。あれはね、ファミレスですか。うん、あの、はい、何枚あるんだけど、もうありえない。これは丸太町東洋亭っていうので、うん、全く名前一緒だけど違うものです、うん、でもね、やっぱりね、カニクリームコロッケ美味しいですよ。でもカニクリームコロッケ、いや、ここのカニクリームコロッケ、あ、ここのカニクリームコロッケとスープ頼んでね、パン頼んで5000円も取られたらダメなんですよ。こんなするの。するめちゃくちゃするんですよ、あそこ。だからたまに、うん、そのお年寄りが洋食食べたくなったら行くんです、するよ。でも若い人いかないですよ、あそこ。まあ、うまくて当たり前って世界ですね、温泉も取ったら。昔は競争相手もいなかったし、うん、珍しかったからあれでよかったんですよ、うん、ただ佇まいはすごいですよ、ものすごい雰囲気ですから。なんですけど、歴史が育んだって、いや、その通りなんですけど、うん、やっぱり僕らにはちょっと違うかな。入れ物は立派なんですね。もう、伝統が違うんですよ。だから、あ、歴史があるんだ。歴史がある。だからそれはそれで素晴らしいんだけど、お金払う自由は我々にあるじゃないですか、うん、さっきの話に似てくるんですけど、うんうん、だから確かにそれはそれで価値があるのは分かるよ。でも僕たちがそれを供するかどうか分からないよ、うん、だからそれでは初めのさっきのお店のハンバーグ定食を食べて、うん、こっち側の、ね、うん、このスープとパンとカリクリームロールで5000円と言われると、やっぱり激しく腹が立つわけですよ、うんうん、だから何なんだこれは。これ面白いですねこれね、昔からありますね。で、
このスポーツパレット後藤っていうのは昔から後藤スポーツであって、うん、後藤さんが作った1年落ちのが去年屋っていうところなんです。あ、去年屋っていうのは1年落ちてるんですよ。へ、新品ばっかり置いてあるんだけど1年以上古いから去年屋なんです。あ、そうなの。そうです。へえ、そんなことやってんだ。ディスカウントになってるでしょ、去年のものって書いてあるでしょ。だから僕らもあっち行く、別に新品じゃなくてみたいな。高校生だったらね、今度出たアディダスがよみたいな話になるんだけど、肩落ちしてんのね。どうでもいい。そう、でこれが関西弁です。え、パチンコ出まっせ、出まっせ、出まっせ、ああ出まっせ、出まっせ、ああ、めっさ来たのってあるよね、スーパー。あ、そうなの。めっさ来たの、京都に。ああ、それは僕もめっさってよく使いますから、ね、めっさうまいわみたいな。めっさ来たの。そうするとね、子供にね、笑われるんです。めっさって言うか、めっさってベリーでしょ。そう、ベリー、ベリー、めっさうまいわ。うん、ペットショップボーイズのアルバムベリーでめっさで。でね、そばここね、うん、昔はラーメン屋だったはずなの、今そば屋なんですよ。あ、あるわ、ラーメン屋。あ、こちら、ここがうまい。これめっちゃうまいです、この石。何これ、うまい。渋いね。これね、夜中しかやってないんですよ。これめちゃくちゃうまいですよ。入り口これ、うん。ここじゃないですよ。ここじゃないですよ。これ。これがうまい。これ入り口入れないね。いや、入れないじゃない。まだやってない。夜中して。狭そうじゃん、だって。狭いよ。夜中。で、表まで並んでから、すぐ分かる。めちゃくちゃうまいです。ここ何ラーメンですか。醤油、いや、あの醤油豚骨です。京都の場合醤油豚骨、醤油豚骨、はい、背脂が入った醤油っていうのが京都のラーメンなんで。へえ。ちょっと人がどこにあるか分かんない。こういう新しい店いっぱい出てるんですよ。一心堂なんか昔からあるんで、うん、分かる。あれ古いんだ。古い、まあそうだね、10年以上前からあるから。10年以上。でも本当に古い、例えばさっきのなんと東洋亭みたいにもう50年あるとかいう店はあんまないですね。うん、さっきのコーディングの店だって、たかたか10年とか15年なんで、京都ってね、恐ろしいこと、10年であるんじゃないんですよ。さっきのクッキー屋なんかも30年ぐらいやってますから、あれはもうコーディング寺の名物なんです。コーディング寺が何もない頃からあそこにあって、コーディング寺、あのクッキー屋のアイスはうまいです。うちはもうアイスばっかり作ってるんで、これもおそばですね。川道屋がやってからうまいと思いますけどね。ないですよ。京都もそば結構あるんですか。川道屋っていうのは京都のそばの一つのブランドです。でも川道屋高いんですよ。はい、川道屋で一番有名なのは、うん、住屋旅館の向かい、川原屋旅館かな、住屋旅館の向かいにある、味噌かあんっていう、味噌かっていうのは大味噌かの味噌かって書くんですけど、味噌かあんのがうまいんですけど、そりゃね、もう磯は800円とかね、そのなんだ、鴨南蛮1100円とかじゃね、うまくやってないんだもの。どう考えたんですか。そばは高いだね。しょうがないっちゃあるんですよね。それにしてもどうか。それはどの辺にあるんですか。だからその住屋旅館、田原屋旅館で、その大池坂ってあたり。田原屋旅館っていうのは世界10大ホテルの一つですけど。そうなの。そうですよ。まあ、それは泊まった人がみんな褒めますよ。素晴らしい。すごいの。素晴らしい。やっさんがよりいいから。え、やっさんがよりいいから。一部屋ごとに部屋食で、お風呂もお庭も一部屋ずつあって、一人一泊二食8万円かな。でもその8万円が高いって絶対言わないですね。まあ、じゃあ安さんがと同じようなノリですね。行ったことないです。もう古いですよ。分かんない。もう豚がいますね、そこに。黄金の豚、ミスラッキー。柿渋はいいですね、効きますね。柿渋石鹸使ってるんですよ。すごいじゃん。結構効くよ。で、あのアメリカの国旗がベリーベリーカフェっていう、まあ、京都で有名なやっぱりあの若いの子が集まるカフェなんですけど、あれも居抜きです。あそこにあった家をそのまんま使ってます。だから居抜きカフェのこれも走りですね。ベリーベリーも15年ぐらい経ちますから、よく行きましたよ、できた頃に。これがかっていう、まあ、当時珍しかったんですよ、町屋風カフェっていうの。もう今は普通にありますけどね、若い頃よく入ってますよ。美味しいですか。美味しいっていうかね、もう雰囲気です。でアメリカンカフェなんで、そのなんだ、スターウォーズの人形とか置いてあるしね。ベリーベリーカフェ、ベリーベリーがあのベリーなんですね。そうです、ストロベリーのベリーベリーなんですね。ベリーベリーカフェ、安いですしね。もう若い子と、はい、隣は何でしょう。ほらほら、こういうアメリカン、こんな感じですよ。でもほら、建物は古い建物でしょ。そうですね。もう中身もずっとそうですよ。オキュパイドジャパンですね。でこんなビストロとか知らないですよ。あるんですよ。あの入
イファイ堂っていうのがレコーディアさんっていうか、ね、あれオーディオ屋さんなんですよ。オーディオ屋さん、僕 の、 あのプレイヤーをレストアしてもらったんです。あれって名古屋が本社でしょ。そうですそうです、よく知ってますね。ハイファイ堂は好きでたまに入ると、あの中の様子がいて大丈夫、最近行ってほしいとか言われる。でもあんまり入ると倒されるんで。なんか新聞に広告打ってますね。打ってますよ、ハイファイ堂はね。いいところですよ、いいお店ばっかり。確かに置いてあるものはいいし高いけど、うん、しょうがないですね。でみんなあの性格がいいんですよ。いい人が多い。給料は安いから働いてらんないけどね、まあ、この世界好きだからねって。ミッくんみたいにまだ若いと、俺でも若いって言われるから。もっと上ですか。もう全然上。もう60、70の人が入る。あれも使わないから。あの、アベッチ分かってると思うけど、若い人でオーディオやる人はみんな PC オーディオだから。アナログじゃないんです。パソコンからどうやっていい音を出そうかっていう。あ、なるほどね。30代以下は、うん、だ僕なんかはアナログオーディオの最後の世代なんですよ、うん、だからもう行くとね、あんたみたいなのがレコード聴いてくれるだけで嬉しいんだよって言われる、うん、俺一番安いのしか買わなくてごめんねって言ったら、もう全然高いでしょ、はい、だってすごいスピーカーだなと思ったら日本で120万とかね。120、うん、100万とかでもアナログオーディオなんで、もう普通なんだもん。それで500万とか、そういう世界でしょ。だから、微妙じゃできないもったいないね。ローカル音すごいでしょ。あ、これ あのスピーカーがそうですよ。120、はい、それはね、久しぶりましょう、新世界とか、うん、アホみたいな人がすごい音聞こえますからね。あ、うわ、このこんなクーベリックのバカみたいな人がこんな風に聞こえたらあ、ベルリンフィルのやつ。ベルリンフィルじゃなくてウィンフィルの昔のやつかな、なんか、うん、でだからこんなの名演聞いちゃったらどうなっちゃうんだろうって思うよね。何でも名演に聞こえるってどうかと思ってて、いやね、もうね、オーディオお化けになると何でも名演に聞こえますよ。こんなのも昔なかったよ。結婚式場かな、かっこよくできたね。また見たら次来たら、何で結婚式場とライダルフェアって書いてある。で、このすぐそこが京都市長なんで、市役所。もともと島津が持ってたんですよ。そう、島津で、島津が開けたんだ、ここ。貸し出したんだ。それで結婚式場とカフェになってたとか。あ、知らなかった。これが市役所ですよ。あ、市役所ね。で、こっちが京都ホテル。あ、これ京都ホテル。はい。あ、京都の中枢ですね。はい。でこっちから行くと、僕はいつも行ってる、よく行くバーがある。バーがある。あのブログによく載せてますけどね、うん、あると加藤さんと一緒にバー行ったってのは大体あそこなんで、僕は一番、全国で一番好きなバーがあるんです、ここに。あの、石郎工事とかじゃなくて。じゃなくて、全然。アインザッツじゃなくて。じゃあ、あの、僕はナンバーワンバーテンダーって呼んでますけど。へ、まあちょっと高いっちゃ高いですけどね、まあいい酒しか置いてないんで。京都はもうこの狭い範囲に街が集まってるから便利ですね。まあ便利っちゃ便利ですけど、1個しかないんでね、うん、やっぱ飽きると他に行きようがない。飽きると東京はそういう意味では渋谷に飽きたら新宿行けやし、新宿に飽きたら銀座行けやし、六本木もあるし、表参道もあるし、池袋もたまにはいいんじゃないって、そんなんないんですよ。大阪まだ北と南があるんで、西は卓越ですけど、京都はないです。まあ、東京とか大阪が例外ですからね。そうです、異常なんです、うん、普通下がれば1個なんです、うん、その1個の中で祇園とか木山町とか本土町とかまだあるからね、京都ね。あのでもそれ誤差の範囲ですよね、うん、全部同じですよ、うん、だからその渋谷でもね、東急本店通りもあれば公園通りもあって、うん、宮益坂もあるっていうようなもんです、それは、うん、あくまで渋谷なんです。やっぱり祇園が一番高いですか。いや、そんなことはない。そんなことはないの。気温にも安い店があるの。昔は気温は高かったですよ。今は気温にも安いの。だってこの間の石部工事で安いじゃないですか。うん、で、川原横浜その辺にあるけど。あ、本当。8万円ですよ。8万は厳しいな。でもね、とりあえず行った人がびっくりしますよね。うん、あまりに美味しい。なるほどね。あまりに。だって、うん、ホスピタリティが世界やっぱり10本指に入るってことはどういうことかというと、例えば安倍夫妻が泊まりますよね。うん、泊まったら中井さんが覚えてるんですよ、うん、もう全部、うん、だから2回目行くでしょ、うん、2回目って言わなくてもお帰りなさいなんて、2回目からは宿帳で登録されていて全部何年も経ってても、何年経っててもそうです。で例えば、新聞は日経でよろしいですかとか、うん、例えば1回目来た時に、うん、夜ご飯が早めだったんですよ、うん、今回も早めにいいですかとか、うん、全部です。そこまで覚えてるんだ。そうで、もっと言うと、うん、
中井さんと板さんの連携がすごく良くて、うん、例えば体調が悪かったらおかゆにして出したりするんです、うん、聞かなくて、すごいですよそれは、うん、その辺のね押し引きがすごいんだって、もう行ったことないから何とも言えないけどね、これだけはやっぱ小さなところに差が出ますね。そう、あのね最後はホスピタリティなんです、うん、うまいものなんてねどこんでもあるんですよ、はっきり言うと。だって大間のマグロを入れてね、よっぽどバカが切らない限りうまいんですよ、うん、マグロ。そうそうだ。うん。結局ね、ホスピタリティなんです、うん。だから新しいホテルが東京とかオープンする大阪も多いですけど、うん、最初にホテルマンの引き抜き合いだって。ああ。うん。結局やっぱり最初にホテルマンフロントを取っちゃわないと、うん、このホテルがダメになっちゃう。うん、いくら調度品が良くたって。うん、なんだ今度のフォーシーズンは気が利かねえな、それで終わりだから、うんうん、もうフォーシーズンが折れちゃう、うん、逆にフォーシーズンが、うん、フォーシーズンがどっからね、うん、この過当競争と言われてる中で引いてきたんだろうねっていう話なんだ、うん、だから逆に日本で昔からやってるオールドホテルっていうのがどんどんダメになっていくのは引っこ抜かれるから、抜かれてんだね。そう、抜かれるから、うん、人は城ですね。そう、最後は人です、武田信玄です。まあ、いい感じで、あの、うん、ちょうどいいですよ。ちょうどいい感じですね。ちょうどいい。あの、引き上げようかな、というのがね。あれでもヒットだった。あれでよかった。いやー、よかったですね。うん、僕、あんなウポッケのガレットがあるの忘れなかった。引き上げようと思いました。うん、あれ持ってきゃ喜ぶわ。今はね、あの包装紙っていうか、あの袋もそうだし、うん、もう口こえちゃってるからさ、こんなの持ってけないんだよね。なんで俺ウコッケのパレットをしたんだろうと思ったの、うん、いいね、これ3000円とかだけど、そういう人だったらしょうがないんだな。そうそう、普通の人だったらどう考えてもねえ、そう思ったんだけど、まあ、親戚でそんな気使うこともないんだけどさ、いやいやいや、まあ、たまに京都のもんね、まあね、うん、京都のもんだよってね、なんだこれ言ってもらえるとまた喜ばれるじゃん。そうそう、お、まあ、いいつも応援してくれてるしね。あ、それはいいことだ、うん、前からここにあって、京都にあるカラフネ屋っていうのの総本山なんですけど、ここはパフェがすごいです。ほら、あのパフェ1万円のパフェ。何なんの？あれも何人がかりで食うんですよ。よくあるのが、やっぱり合コンとかで負けるとありすぎるわね。夜中もやってますね。これ朝日のビアホール、昔からやってますね。だからこんな時間でも人多いですよね。全然わかんないですよ。
コンビニですけど、うん、まあ、今でファンになってますよ。分かんないですよ、うん、これもラウンドワンで行かないし、これ右に行ったら錦ですよね。こういうことね、錦通りで横の通りなんで。そうかそうか、そこはたこ焼きしよ。ああ、そうかそうか、たこ焼きしの次が錦通り、次は錦ね、はい。こんな昔からやります、肉の天ぷらとか。あ、まあ、うまいかまずいかな、別の問題ですね。昔からあるって言われる、まあ、老舗ですね。あの大和民芸館、民芸店っていうのが、うん、京都にあるある民芸の世界です、あのだからうちに覚えてるかどうか分かんないけど柱時計があったんですよ、古い、うん、あれなんかここで買ったんですよ。あれ動きますからね、ちゃんと別館を動きますから古いものばっかり置いてるんですよ。そっちの店ですから、昔だから余裕のあるものをこっちに買ってますけど、もう今買えないんですよ。昔買ってたんだ。だからその柱時計、うん、動くか動かないか分かんない柱時計、まあ、10万ぐらいしますからね。もう大正の時代に作られたもので、うん、だからあの振り子もついてますけど、うるさいから取ってますけど、じゃあなりますよ、ボーン。その代わりね、1日5分するのかそれぐらいは当たり前だって言われます、大正時代。そんなもんで、1日5分進んで大正時代に困った人がいませんって言うのはその通りです。そんなデジタルの時計と一緒にしちゃいけませんよって言ったら、その通りです。たこ焼きし、だってね、この振り子の長さでもって遅れたり進んだりできるんですよ。だから1日5分進めるやつをぴったりしようと思ったら、本当にミリ単位でね、やんなきゃいけないけど、もうミリだってずれるんだもん。だから結局ずれていくんですよ。
あ、じゃあ今レベル高いわ。すごい高いですよ。それで行ってるんですか。嘘みたいな子がいっぱいいますよ。それでやったり行かねえ。でも嘘みたいな子がいっぱいいますよ。タレントが多いっていう。でまた今の子って綺麗に作ることが昔より上手いじゃないですか。だから全てが全部スパイラルになってるんで。あれ美人でもさ、上手いと限らないでしょ。何が上手いってどういうこと。テクニック的に女の子全然関係ないじゃないですか。関係ない。だからナンバーワンになるとか人気が出るっていうのは、トークが上手いとか、うん、そういうことがあるとか、うん、そういうのもあるし、だからドライブでトークができて我々はナンバーワンになる。ナンバーワン。風俗もトークあるわけ。風俗はトークいらないですよ。だからトークできないから私、うん、だからすげえ可愛い子で、うんうん、なんでっていうことがある、うん、そうすると飲み屋に行くと何喋っていいか分かんないから、そっちの方が楽っていう。肉体労働とかね。それやっぱり価値観ですよね。この辺で待ち合わせがされてる、うん、そうですね。東海岸で待ち合わせるんですよ、うん、いるかな。まだいやいや、いいとこですよ。いいとこ27分とかいなきゃおかしいですよ。